改めて読み直したんですよ、動きすぎてはいけない。ああ、ありがとうございます。そしたら最初に酸素マスクを取って自殺するところから入るじゃないですか。あ、そうね。で、あれってすごく今的ですよね。大体10年前に僕が書いた本の中で、はい、でもまさかこの社会になると思ってて書いたわけじゃないじゃないですか。ないだよね。でも予言的です。なんですか。そう、結構やっぱり予言的だったと思いますよ、うん、だからあと、まあ、震災がね、まあ、一つはあったわけで、うん、だからあの直後ってやっぱりツイッターなんかが一気に政治化したでしょ、はいはい、でそれも震災でいきなりわーっと入ってきた人たちがそうしたっていうのがあって、はい、でまあ、その後いろんなね政権批判とかそういう感じになってくるわけだから、はいはいはい、うん、コロナの問題はやっぱりあの2010年代のあの感じをブーストしたっていう感じで、やっぱ決定的なことはそんな変わってなくて、はい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 、もうすでにそうなってったっていう。千葉さんから見た落合さんの印象、落合さんから見た千葉さんの印象、ちょっとテクニカルなこと突っ込むけど、はい、さーって皆さん、どうで元気ですか。なんか最近あったさ面白いことといえば、なんかステーブルディフュージョンで生成した松茸、うん、どう見ても本物ってね、はい、おっと、いや生成変化するのと物価は違うという話はあるんですけれど、いやこうやってなんか松茸を見ていると、松茸の本物なのか松茸の偽物なのかをちょっと、あ、これステーブルディフュージョンじゃなくてドーリーですね、これドーリー2です、すみません失礼しました、はい、ドーリー2で生成した松茸でございます。こうやって見ているとですね、なんか松茸は松茸として僕の中では一体どうなっているんだろうってをちょっと考えているところでございましたけれども、今日はそういうことをざっくばらんに聞いてみたいと思います。スペシャルなゲストに来ていただいています、千葉正也先生です。よろしくお願いします。どうも。ツイッターではいつも絡んでいるものの、10年越しでやっと会いましたね。どうもどうも。初めまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもうね、いやいやいや、10年越しにやっと会えた、はい、プロフィールが出ます。はい、はい、はい、東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了、現在は立命館大学大学院、先端統合学術研究科教授の千葉正也さんです。どうも。僕が東大にいた頃まだ大学院生にいました。何年卒業ですか。だからあの落合さんって 10したでしょ。はい、10した。でそれで、あ、そっか、でもなんか早く出てったりして、卒業修了出てる。あ、なんで多分ね、だから博士論文が出たのが2012。あ、じゃあ、あ、ギリギリいました。ギリギリいた、ギリギリいた、ギリギリいた。情報学館ですよね。情報学館、うん、あ、そっかそっかそっか、うん、なるほどね。はい、というわけで先輩でございますと、はい、え、で、なんか僕の中で一個、はいはい、あの何個かわからない話があってですね、はいはい、スキゾパラノっていうのがありまして、うん、そうですね、あれ80何年ですよね。浅田さん、浅田さんの闘争論はね、いつだろう、まあ、80年代の頭ですよ。ですよね、うん、頭で、なんで、まあ、当時多分、うん、あの日本の、 あのイケてる昭和社会の中で、あのどんどん資本主義的なあの潮流に飲み込まれていく中、うん、パラノ化していく社会にスキゾ的な振る舞いってどうよっていうのが出てきた闘争論、うん、とりあえず逃げろっていうのがあったんですけれども、うんうん、それでスキゾ的でどうだっていうところが今、例えば我々先週は古典に出たんですけど、その前の週はアテンションエコノミーにどうやっても一回あるか、うんうん、つまり人の注目を集めてるこの社会どんどん向かっていくけど、それどうなのっていうのと、あと何だっけ、あの US で何もしないって本書いた人がいて、あ、はいはいはい、How to do nothing ってやつ、うん、何もしないってどうなのっていうのを経済学 の、 あの小島さんと話してたんですけど、うん、で何もしないと動きすぎてはいけないはなんか違うようでいて結構似ていて、あの、まあ、要は全的になっていくっていうか、あの、まあ、うん、まあ、途中でなんだろうな、うん、フルフィルネスじゃなくて、あの内部充足性に満たされるっていうのは出てくるっていう話と、自己準拠的になる、自己準拠的になるっていうかね、言い換えるとね、っていうお話と近いなと思うんですけれど、まあ、それでアテンションエコノミーに向かい合うのに、まあ、スキゾ的であるっていうのもまた一つの方向性なんだろうなって思うと、非常にあの動きすぎてはいけないはあるんだろうなと思ってるんですけど、うんうんうん、さあどうやってここでスキゾ的になれるんでしょうか。まあ、だからさ、80年代っていうのはまずね、あそこで言われてたパラノっていうのはどっちかというと古い時代の話で、うん、はい、要するにみんなで一丸となって一つの目標に向かって組織的に、あの日本の護送船団方式でみたいな、はい、そういうことを言ってて、それに対していわゆる新人類とかが出てきて、はい、もっとなんかあのなんて言うんだろう、今まではまともだと思われてなかったようなクリエイティブ産業みたいなのが出てきて、まあ、特に広告ですよね、うんうん、でそれで、まあ、いろんな人たちが、
まあ、あのアートなのかビジネスなのかみたいなよく分かんないところでやっていくと、まあ、そういう空気と、まあ、結びついていったわけですよね。お前はビジネスっていうならビジネスをしてろけっていう感じと、アートならアートをしてろけっていう感じが、そう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 、もう勝者みたいなイメージじゃないようなものが出てきたわけでしょ、はい、だから、まあ、あの当時はまさにそういうなんていうの、面白い動きが出てくればいいっていう感じはあったと思うし、まあ、もちろんそこにね、はい、浅田さんはいろいろ複雑な批判意識も持ってたと思いますけど、うん、でだから今日僕の認識っていうのはまさにそういうその横にどんどんつながっていって横断的とか領域横断的とかインターディシプリナリーとか言われるような、はい、そういう活動が90年代を通して特にインターネット以後に爆発的に広がっていくわけじゃないですか、はい、だから文字通りかつてそういう縦割りの社会をぶっ壊して横にどんどんつないでいけっていうのがリゾームって言われたわけですよね、はい、ドゥルーズ語りの言葉でね、はい、そうそうそう、だからもう文字通りもうインターネットリゾーム実現しちゃったわけで、はい、じゃあそれでドゥルーズ語り的にいい方向に全部行ったのかって言ったら、まあ、今見てるように見てるデータ見ると分かるけど、その若い人たちなんかがまあまあいろいろ他の人の相互監視みたいなものに、はい、まあ、接続性の極みですからね。そう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 、かえって息苦しくなってるっていう話もあるわけで、だからまあリゾーム的な方向が全部良かったかっていうと、まあ、結果としてそれが、まあ、逆説的にパラノ化しちゃったみたいな、うんうんうん、スキゾ的な方向がそのままガーッといったらパラノ化しちゃったみたいなところがあるから、だからまあ、かつてみたいなどんどんその横にクリエイティブにっていうのじゃそれだけじゃいけないよねっていう話になってきたっていうことですよね。スキド的になろうと思っていろんなことをやろうと思ったら結局パラノ化してしまったっていうのは結構逆説的なというのだと。だから自分自身がやりたいことをやってるっていう分においてはまあ関係ないっちゃ関係ないわけでしょうけどね、はい、うん、ああなるほどね、うん、だからそのアテンションエコノミーを意識した瞬間に結構パラノ化してしまうんでしょうねというところはあ、まあそう、あ、なるほどね、うん、いや改めて読み直したんですよ、動きすぎてはいけない、あ、ありがとうございます。そしたら最初にほら酸素マスクを取って自殺するところから入るじゃないですか。あ、そうね、であれってすごく今的ですよね、うんうんうん、なので、まあ、実際今だったらそうじゃないですか、つまりマスクをつけずに歩くことが生成変化的であるんでしょう多分、うん、でそれはそれ僕はありだと思うんですけれど、うん、いや多分それを3年前に言いたい話なんですけどね、はい、リスクにさらすっていうことですね。そうそう、リスクにさらすっていうこと、うん、でまあ日本という国は、まあ、ドラッグにきついから、うん、多分あっちほどこの文章の中に例えばドラッグが入ってきたりとか、うん、そういうことがほとんどないけど、うん、でも例えばその中に出てくるオーバードーズの話だったりとか、うん、酸素マスクを外すみたいな話って結構近しいところのものにあって、はいはい、まあ、ギリギリで死なないならリスクは持ってきた方が、うん、多分生成変化的であろうっていうことはよくわかるんですよね、うんうん、でもそれに対して確かに、おっしゃる通り極めて全体論的なものがこう社会にはびこってくると、うん、でそういったものをとりあえず集団的に排そうとするっていうのが、うん、日本も含めいろんなところでこう見られて、うん、まあ、その時代ってやっぱりこのなんか、まあ、この文化が好きならここにいろっていうメッセージにしか感じないなっていうのが近頃思ってて、うんうん、まあ、ジャパンだったらまあその文化が好きなんだろうお前みたいな、うん、そのなんか生成変化することは許されないっていう、そうね、まあ、要するにリスクを取ってでも外部に身を開くっていうようなことがもうどんどんやりづらくなる、やりづらくなるよね、はい、まあ、今の話って要するに大体10年前に僕が書いた本の中で、はい、でもまさかこの社会になると思ってて書いたわけじゃないじゃないですか。ないんだよね、うん、でも予言的です、なんですか。そう、結構やっぱり予言的だったと思いますよ、うん、だからあと、まあ、震災がね、まあ、一つはあったわけで、うん、だからあの直後ってやっぱりツイッターなんかが一気に政治化したでしょ、はいはい、でそれも震災でいきなりわーっと入ってきた人たちが、はい、そうしたっていうのがあって、うんうん、でまあその後いろんなね政権批判とかそういう感じになっていくわけだから、確かにな、確かにコロナ後は原発後にすごい似てたことは似てたな。だからまあコロナの問題はやっぱり2010年代のあの感じをブーストしたっていう感じで、ああ確かに、やっぱ決定的なことはそんな変わってなくて、はい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 、もうすでにそうなってったっていう、確かに、うん、確かに
内そうですね。でも2011年の時はほら海外はああなってなかったから、うん、なんか外を見れば意外とまともな展開が起こっていたのにもかかわらず、うん、国内を見るとなんかすごいやばい展開が起こっていて、うん、ただ今回は世界中見たら同じような展開があって、うん、でもそっか2011年の時は確かに同じことがこの島国ではすでに起こっていたといえばそうですね。まあそうだと思うんです。確かに縮図はもうあったよね、うん、千葉さんから見た落合さんの印象、落合さんから見た千葉さんの印象、僕はあの千葉さんの印象はね、なんかね、あの、うん、わかんない、初めて会った時は千葉さんの印象が良くなくて日に日に良くなっていきました。あ、そうですか、はい、はい、私についてはどうですか、うん、そうね、最初でもまあだからまあそうそう、もう経緯を話すみたいな感じになっちゃうけど、でも最初落合さんってあれですよね、魔法の世紀、はい、そう、15年魔法の世紀もあとその後のデジタルネイチャーも僕読んでますけど、あ、はいはい、あ、そういう人が出てきたんだっていう、まずそういう背景があって、はい、で、あの、まあ、その後ツイッターで見たっていうこと、ああ、ちょっとテクニカルなこと突っ込むけど、はい、デジタルで起こることってフィジカルに起こりうるっていうふうになると僕は思ってるんですけど、あ、でもデジタルの、あ、でもどうなのかな、僕も炎上したりするけど、なんかそれで若い人に意見を聞いたら、そもそもツイッターっていうのは自分の意見を書くところじゃないんですよって言われて、あ、そう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 と思って、なんだ、それ君みたいな若者はそう言うかもしれないけど、こっちはもっと前からやってる老舗なんだぞって自分の言いたいこと言ったらって言ったら、もうただもう老害っていう扱いになるわけだから、そうやって見てて一番やっぱかわいそうなのは、僕らよりちょっと年上で何かを表現する権利が与えられないまま大人になった人たちがインターネットにたまってヘドロになってしまってるような気がするんですけど、あ、それもありますね、うん、それもありますねとかあっさり言っちゃいけないのかもしれない、ありますよね。でもそれはそれでさ、やっぱ震災以後とかに一気にバーッとそういう人たちが増えて出てきて、うん、かつてのすごい書き手だった人とかが突然ツイッターとか始めると、もう目も当てられないようなようなことを言いますよね言って言う、もう絶望するとかあるでしょ。 ありますね。いやだ、ツイッターって恐ろしいですよね。恐ろしい、本当あれは難しいよ。難しい、本当に自意識のコントロールが難しい。地獄みたいなことよく起こるからな。そうそうそう、